石垣島行ったことないっていう人、絶対来た方がいいです。ほぼハワイです。ほぼハワイ。ほぼお元気でしょうか。ありがとうございます。いやもう本当にいつ来ても石川素晴らしい。本当にありがとうございます。素晴らしいです。やめなさい。いや何。はい、ということでちょっと今日は大きなポスター。6月16日、4年目の開催となりますデッドインシリーズ曲ですね、今回もございます。そして石川からでしたら、車で2時間ちょっと、あとサンダーバードという電車で1本で京都来れるので、ぜひ京都たくさん観光名所あります、人力車とか、天下一品の本店がございますので、ぜひ皆さん来てください。今年で平成の終わっちゃうんで、ここは一発、ダーツバブルの金沢を代表するダーツバのブルのインストラクターをされている矢田慎吾さん、ぜひお願いします。3、2、1、ゲームね、旅館ここにね泊まるんですよ。上松屋かな。ね、これ上松屋って読むのかな。で今ねご飯を食べる場所がないんで、とりあえずコンビニでちょっとご飯みたいなの買ってきたんですよ。もしも何にもなかったら、はい、飯食えないん でここで一泊して、明日ちょっと山の方行ってドローン飛ばすとか、ドローン撮って。山の風景が見たかった。なんかね、近くにね、居酒屋あったみたいな。居酒屋これから行きよ。
こっち、あれユニットじゃない、もう風呂単体だ、めっちゃいいやん。と言っても、あの大浴場があるんで大浴場入りますけどね。え、こっちはトイレ、こっちはトイレね、こっちはトイレだ、ユニットバスじゃない、それはありがたい。今もうね、9時半になるところで、だからもう調べたんだけど、お店が全く見つからなかったけど、ホテルというか旅館の人に聞いたら、なんか飯食べる居酒屋みたいなところはあるみたいなこと言われたんで、とりあえずそこに向かいます。次は君の名はニュース、ほんまや、硫黄の匂いが、デッシュミルクとかチーズとかあるの、これフリーペーパーなんだよね、よかったら使ってください。いいスポット見つけちゃった。ほら、いいです。で山の奥に住んでるの、これですね、これ雪が降ってます、すごいね。向こうにも山があるんだけど、あっちの奥の方に行ったところに民家も全然ない場所があって、そこでちょっとドローンをね飛ばしてきました。結構いい感じの動画が、電柱があったから。